今までの敵よりヤバそうだ。勇気を持って挑んでくれ。あれはスーパードラゴンボールだ。なんて大きさなんだ。スーパードラゴンボールを仲間のアビリティ発動。バトルアプリのラウンド1。バトルアプリ発動チャンス。使いたいバトルアプリを枠に入れてくれ。バトルアプリセット完了。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで全て回復だ。よし、作戦決定。しまった。敵の戦闘力やこちらを上回って敵が先行だ。仲間のアビリティ発動だ。パワーが溜まったぞ。スーパードラゴンボールレベル2だ。スーパード敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。ガード成功。成功。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。ガード成功。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。やるじゃないか。仲間のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。追撃チャンス。カードをこすって追撃成功。さらにダメージを与えたぞ。やるじゃないか。バトルアプリ効果発動。敵のアビリティ発動だ。ラウンド2。仲間のアビリティ発動。なめてんじゃないよ。敵に蹴りをつける。敵のアビリティ発動。ペットモード突入。使っているペットカードを順番に枠の中に入れるんだ。ペットカードを一つ止まって、その間にこのカードをペットヒットの力が解放されたぞ。ペット必殺技発動準備完了。敵に蹴りをつける。アルティメットユニットチャンス。光っているカードはリーダーをエリアに置くんだ。ユニットを発動だ。ユニット効果発動。アタッカーを決めるんだ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。仲間のアビリティ発動だ。ロックオンモード突入。カードを動かして敵を狙うんだ。仲間のアビリティ発動だ。投げてんじゃないよ。いいぞ。敵の戦闘力を上回った。君は先行だ。仲間のアビリティ発動だ。パワーが溜まったぞ。スーパードラゴンボールレベル3だ。スーパードラゴンボール。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。
守れん負け犬に俺が負けるか。これが今回のスコアだ。スーパードラゴンボールをゲットしてスコアがアップしたぞ。想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。はい。スーパー三振中ヘッドだ。シールゲットだ。バトルアプリ発見。バトルアプリゲットだ。もうこのラウンドのバトルアプリがいっぺみてえだ。このラウンドのバトルバトル捨てたバトルアプリがバトルでバトルアプリを捨てたもん。経験値アップだ。のチームボーナス効果で友情パワーがアップしたぞ。友情レベルアップだ。友情ボーナスはもらったか。仲間との絆レベルアップだ。